役割が一応2つ、大きく2つありまして、まず1つは被災地の方にスタッフが行きまして、被災地の現状を実際の生の情報を拾ってくる、収集するということです。で、収集している情報は、ボランティア活動に対する情報と、それから観光に関係するもの、例えば飲食店の情報ですとか、観光地がどうなったのかとか、それから体験できるメニューなんていうのが実は沿岸部にたくさんあったんですけども、それがどうなったのかとかですね、そういったものを収集してきております。それから2つ目としまして、情報発信ということで、集めた情報を整理しまして、ブログとメルマガで発信をしております。まあ、もともとその水産の中ではメインの基地だったし、もともと観光主体で発展したい町なので、復興の度合いが他の地域よりも早い。復興商店街とか復興屋台村とか、そういったものも被災地域の中でいち早く立ち上がった。一般的な瓦礫処理とかそういったものの、ボランティアっていうのはほぼ気仙沼終わってますよりは、我々はこういう技術とか資格とか経験持ってます、その中でどういった貢献できるでしょうかっていうような、問い合わせしてくれれば、それに合った我々のボランティアを紹介できるんですがねっていうようなお話を伺ってます。マッチングというところですね、はい、そういったことがなかなかこう難しくなってきているっていうことで苦労はしているという状況ですね。 なので多くの皆さんから現状をまず見ていただいて、まず見ていただいて、その中で何かを考えたことがあれば、気づいたことがあれば、ぜひ教えていただきたいというのが、基本的なところなのかなと思っています。頑張ってまいりますので、皆さんからもぜひ宮城県の方にお越しいただきたいと思います。よろしくお願いします。